岸谷五郎、生年月日1964年9月27日、職業俳優演出家ですね。出身地は東京都武蔵野市で、中央大学商学部を中退しています。妻が奥井かおりさんですね。元プリンセスで。サンタマの五郎の異名で有名だったそうです。若い頃は喧嘩三昧の日々を過ごし、多摩周辺でサンタマの五郎と異名がつくほど有名だったということで、劇団スーパーエキセントリックシアターに入団するために送った履歴書に特攻服姿の写真を貼り、三宅裕司を驚かせたというエピソードも持っております。